エミリン、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 チャンネル、さあ、始まるよ。ピョピン。ピョピン。こんにちは、エミリコとまつりです。ヤッピです。今日なんですけれども、アーニャになりたい。やっぱさ、私、なんだかんだで、15クリアしたんですよ。15クリアした今なら、マジでアーニャになれるのではという。俺、見たことないんです。見てください。まあ、でもなんかさ、ゲーセンとか行ったら、今、アーニャだらけやん。そう、だから、人気ってことはほんまにわかるやん。わかるわかる。ほんまに可愛いねん。このこれね。違う、なんかそんな感じじゃないね。え、子供やから。これ流行ってたの知らんの、また何アーニャピーナッツ好き。そんなアーニャしないよってちゃうねん、いやんねん。TikTok で流行ってるやん。アーニャそんなことしないよ。かわいいね。そうなんや、父と母恋しいとか言うねん。なーい。はい、アーニャになりたいの。なりましょう。なりましょう。はい、じゃあやりましょう。先着替えた方がいい。着替えた、着替えとこか。うん。あ、アーニャよ。アーニャこんなん着てん。アーニャ何人、何人ってわからへん。何やってんの。子供。魔法使い。超能力が使える。ああ、使えそう。ここからなんか出るやろ絶対。出へん、出へん、出へん。出へんの。あの人の心が読めるっていう。ああ、すごいいいですね。今生着替えしてます。あ、でも痩せた。めっちゃいいよ。顔以外、着痩せすごい。今までさ、アリエルとかさ、ジャスミンとかとんでもないさ、あれを見てたから、うん、着替えの時点でまずいいわ。マジ？うん。あ、じゃあ今回マジで普通に可愛くなって終わった。多分ちょっとロリコンのおっさんとかに刺さると思う。29歳アーニャ。うん。え、ほんまに今言ったよね。ちょっとロリコンのおじさんとかに刺さると思う。ほんまに刺さる。でもなんかこれ今顔がくすんでるから、こっからちょっとファンデーションとか塗れば問題ないし。え、前髪でもいた方がいい。なんかで。そうですね。じゃあウィッグネットもかぶっちゃおうかな。うん。よろしくお願いします。これは今ね、 TikTok で広告出てくるクリームなんですけど、非常にいいんですよ。なるほどね。広告のくせに。なんで自分にも塗ってんの。ちょっと顔赤いんは、あの湿度が高すぎてね。加湿したいのよ。加湿をしたいん。はい。どうしたらいい。で、なんか冷房一回入れよう。冷房って乾燥するくない。え、そう、暖房の方が乾燥するくない。ほら、もうおかしくなっちゃった、ごめん。隠し子、隠し子、隠し、隠、か、かくかかかかかかかくしごとだらけ。くい忘れたわ。窓開けようや。窓開けたら対決する。なるほどね。ごめんね、言ってきてね。かかかかかくかかくかくかくれご。はい、行きます。はい、いいですね。これさ、合ってる？いや、なんかさ、ここから合ってるって言うともう喧嘩売られてる。ごめんごめんごめん、違う違う違う、わかるよ、わかる。もうちょっとさ、先で言ってくれるのは全然いいねんけど、なんでこの状態で。かくれんくなのみ。でも綺麗、めっちゃ。うん、確かに。ムラとかないな。なんかさ、結構さ、初期の方ってさ、白塗りだけでもさ、うわ、ムラになったとか。でもこれ白塗りじゃないもん、別に。これ普通にファンデーション。普通にファンデーションなんや。うん、じゃあ目いきまーす。あ、待って待って、眉毛消さないと。何で消すんですか、今回は。今日はこれで消すね。つけまのり。何つけまのりって。え、つけまののりよ。普通ののりじゃなくて、スティックのりじゃなくて。つけまのり挑戦。え、マジで嫌だ。これを毛にこうね、塗ってあげるんですよ、まずね。眉毛マスカラの説明や。あ、めっちゃいい感じ。あ、よかった。でもこれは肌荒れとかする可能性は。もう大あり。まず、ゆりこは真似しないでね。もしくは、覚悟を持ってやってね。はい、お待ちを。ちなみに、赤化したいもん。口もっとちゃんと消そうか、じゃあ。はい。毎回そうやけど、とりあえず消すんや。そう、だってもう、せんやもん、あいつ。それ何？コンシーラーよ。コンシーラー、リップみたいに塗ってるやん。え、だから、消したんだ、今から。唇さ、太いやんか。うん。だから、ちょっとなんか、消えにくいような、唇が。そうやねんな。それどうしたんやろうな。これちょっと乗せてみる。まあ、いいよ、別にやってみても。私、今回も別に肌は犠牲にしていいと思ってるから。ちょっと、この辺に。ハハ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 。そうね、張り付いて、その動画では伝わらへんと思うねんけど、なんかペタッと張り付いてる。ペタッてこうね、張り付いた上から塗ることによって眉毛がより消えるんや。あ、そう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 。なるほど。あ、ほんまや、すごいよ。めちゃくちゃ消えてるやん。あ、ボルデモートや。ボルデモートやん、マジで。マジボルデモートじゃない。今なんか言って怒られそうやから言わんでいい、別に。聞きたくもない。ちょっとさ、っスタバ、スタバ頼む、スタバ。え、アーニャやんな。うん、スタバ頼んで。スタバは頼むけど、あ、私これアーニャ。スタバ頼んで、もう。え、私でもスタバ絶対出てよ。え、ウーバー頼んだ時絶対出てよ。じゃんけんしよう。ウーバーで言うとかわいそうやん、さすがに。私こんなんじゃん、めっちゃ怖いで。ボルデモートのふりして。早く、フラペチーノをよこせ。違う。
知らんねん、ボルデモート。そんな、もうみんな、みんなわかるよ。今みんな爆笑してる。うん、愚か者が、はい。だけにして。ほら、めっちゃ似てる。ボルデモート教やん。今からベーキングしていくんで。お願いします。ベーキングってしてますか？ベーキングパウダー？ブレーキング、ブレーキングダウン？違いますね。お粉をこうやっていっぱいのせんの、うん。で、これめっちゃなんで粉のせんねんと思うやん。もうちょっとでええやろと思うやろ、うん。これをちょっと時間経ってから。息したらあかんよ。先言ってよ。息は、息はしないで。ちょっと待って、さ、ベーキング経験がないから、分からへんから言ってよ、さっき。あ、ちょっと今息止めてねとか。じゃあ、息止めてね。ベーキング。ベーキング。オッケー。ベーキング。これで土台の完成って。信じてるからね。でもさ、これさ、前やってたことやってないよ。まつげとかも消さなあかん、ね。まつげ消してほしくない。だってめっちゃくちゃ目がはっきりしすぎてんもん。はい、すいません、消してください。目がはっきりしすぎてんねん。もう目に入んねんもん、これ。でも、アイデアにされるために必要ってことね。マジ良い子は真似しないでねやわ。これは特殊な訓練を受けてるから、私の場合は。そうやで。はい。そっか。顔が明るくなったね。うん。ちょっと白も入れますね、飾り程度で。これでボルデモートじゃなくなりました。じゃあベーキングします。え、まだだってそこまで塗ってた。もうベーキングやだ。これでベース完成。アーニャアーニャと何だっけ、今回はなんかロリコのおじさんたちが喜ぶかもみたいな、うん、喜んでくれるかな、ほんまに。で、ちょっと俺のさ、計画だけ言ってていい、うん、今からもうほんまに大事なとこ行くねんけど、うん、目はどうしても黒いやん、開けたら、うん、で、この一番アイラインみたいなこの縁をそこで再現しちゃって、あ、なるほどね、そのままこう下ろしたい。あ、だから目はもう今回もうつむってる前提ね。こっちから言っていいですか？はい。痛い？うん、ちょい痛？うん、もうなんか多少の痛みはもう慣れてるから。なんかヒソカみたい、今なんか。なんかヒソカみたいやし、ヒソカじゃないキャラやとしても、これ多分ハンターハンターに出てくるよ、ね。ペニーワイズとかそっち系やな。あの、イットとかの。イエーイというタイプやな。うん。ちょっとさ、レッドの主題歌歌ってほしい。レッドの主題歌ってどんなの？新時代？うん。新時代は、ニャ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 、風全部変えてしまえば。うわーってこと？うん、ありがとう。え、今のでいいの？うん、ちょっと動画出てる。時代はこの未来だって、風を全部変えてしまえば、変えてしまえば。めっちゃ綺麗、どうしよう、死んじゃう。ほんまや、めっちゃ左右対称。めっちゃ綺麗。いや、ほんまにこういうキャラハンターハンターに出てきそうだよね。ガーン、腕を倒してみろみたいな感じの雑魚。ごめんな、めっちゃ楽しんでるのになんか冷ややかに対応しちゃってる。ごめんね。大丈夫、あの私右上テロップだけが味方やから。確かに、うん、あれ冷ややかな空気すら右上テロップがフォローしてくれるから安心して。ちょっと二重ライン描くわ。ややこしい二重でしょに、ね、ちょっとまたこれこのゾーンに入る。ほんまにな、これが一番やりやすいねんで。上向いといた方がいい。うん、あ、じゃあここ寝ようか。そうする。あ、このタイミングでウーバーちゃん、ウーバーか米村。はい、というわけで今ちょっと友達の米村も遊びに来たんですけれども、続行いたします。お願いします。めっちゃやりやすい。なんかほんまにこういうサロン着てるみたいな、ほんまにフェスみたいになってる。怖い。なんかヤッピがサイコパスのなんか人形作ってるみたいな、変な性域の博士。じゃあピノキオ。ピノキオ。ゼペップ爺さんってこと？ネタマつけたら見えてきた。何見えてきた？待って、あれの親戚みたい、ねずこ。はい、というわけで今ね、ヤピさんにやってもらって、途中段階よね。途中一回見ます、せーの。すごい、でもすごい。だって結構あれじゃね。まだあの命を吹き込んでない。でもなんか限りなく近い気はしてきた。あ、でも可愛く見えてきた。トリックアートみたいなもんやね。そう、あ、見えるかも。怖いね、やっぱこの口の黒。これ汚い、やっぱやめよう。え、じゃあ普通にどうなるの？口角だけでいいや。上からまたファンデーション塗られる。え、一回落とすって決断しない？普通に化粧としてあんねんけど、パッと受けてる式の。上から全部つけていく。え、これで一回拭くっていうのはダメなの？拭きたい、俺が。あ、よかった。ちょっと待って、これが一番怖いかもしれない。怖い。怖い。急に、とんでもない。化け物だ。大変すぎ。そこからもう一回口消すの？え、ちょ、まだ、え、ちょくで？なんかほんまに人間として扱われてない感じがしてきた。ゼペットばあさん。え、パペットばあさんって誰？ゼペットじいさんの奥さん、うん、
パペットばあさん。パペットばあさんの出来上がりです。それ作ってたんや。うん、すごいカバー力すごい、消えた。で、あれします、ベーキング。待って、またそんなベーキング、ほんまに嫌やん。ベーキングです。ほんまに嫌だ、やっぱ大量に粉振られんねんけど。乗せるねん。そんなに、すごい量の粉振られんねん。確かに料理みたい、片栗粉。じゃベーキング中。ベーキング、ベーキング、いじめみたい。ベーキングじゃないもんのやつよ。じゃあまずは、はい、鼻チーク、頬に当たる位置、このアーニャの声、あ。まあこれぐらいだったら大丈夫。わかんないろ。大丈夫、見えへん、ほら見て、この遠巻きで見て、ほら。後でちょっと直すの。うん、後でちょっと直す。気をつけて、ほんまに。あ、最悪なくなる、食べた。消しまーす、はい。それでまだやんか。肌がかわいそう、私の。え、もうさ、あの、チークいいや。チークいらん。俺これ最初にしよう。ごめんなさい。ごめんなさい。俺がだって、やる。ごめんね。やってもらってんのにな。え、そんな服？上からちょっとやり直すとかでよくない？全部消したやん。終わらへん。ベーキングします。え、また、うん、ほんまに結構嫌かも。ちゃんね、おいしない。ほんまにわかるけど。しないと書かれへんね、その上に。わかる。え、じゃその量いる、ほんまに。ちょっと、少なめにしてほしい。マジで。結構苦しい。はい、はい。お願いします。すいません。めっちゃ多かった。で、しかも、上向かすやんか。で、このままこうやってやったら鼻に入んねん、普通に。でも苦しいねん、ベーキング、ほんまに。5回目ぐらいやし、ベーキング。じゃあ、チーク。あ、もう最高最高。あ、でもほっぺたの位置分かりやすくなったかも。そうやねんね。さすが。そういう意味があんねん。はい。じゃあこれできたんですけど、最後、ここに一個一個丸をつけて。終わり？そう。あ、長かった。3時間かけたアーニャメイクがやっと終わりを告げようとしています。これぐらいでいい気がする。あ、いいんじゃない？あ、いい、いい。アニメ感出た。あ、可愛いかも。ちょっと待って、可愛く見えてきた。これマジ大事。オッケー、はい。はい。これで満足です。ありがとうございます。あ、すごい。確かに、よりアーニャになったかも。よりこう、丸。すごいな。やっと。なんか、こうやって見たら、ほんまに 3D みたい。これはほんま、え、かっこいいっちゃう？ほんまに？ラップ超えちゃう？今度って。ラップが一番。こんなアニメーションみたいな目できたっけ？だってさ、ちょっと遠目で見て、ほんまに。え、マジで 3D？ の。で、これで、アーニャのウィッグを被ります。はい。え、これでアーニャよ、ほんまに。なるんじゃない？なるのでは。え、何？アーニャ。嬉しいな、こんな観客今までおらへんかったから。しかもこんな喜んでくれて、アーニャとか言ってくれる。怖い怖い怖い。あ、かわいい。ずっと前から父の子供のアーニャです。アーニャ、ピーナッツが好き。人参は嫌い。ピーナッツが好き。人参は嫌い。カリカリベーコン好き。人参は嫌い。アーニャを知ると、世界が平和に！ちょっと、あの、アーニャとお話しして、上村。こんにちは。何歳ですか？6。好きな食べ物は？お父さんとお母さんと仲良し？父と母仲良します。ピーナッツ、あー、父と母おいしい。おじさんの家でおいでよ。君かわいいじゃん。行かないます。なんでよ、おじさんのこと好きなんでしょ。ピーナッツ、やだ、ピーナッツいっぱいあるよ、おいで。ピーナッツいっぱいあるよ、おいで。ピーナッツ、怒られるやろこんな。チークなっていい？チークやだます、勝手に塗らないでざます。ざます、ざます、ざます。え、もう終わりかなこれで。私他に言うことないねんな。一通りなんかアーニャのセリフも言ったし。え、すごい、よかった。よかった、ありがとう。かわいい。あの、ありがとう。ありがとうね。うん。ありがとう、よかった。私命を吹き込んでくれてありがとうます。ピーナッツ。終わりでいいよな。うん、いいよ。さすがにな。さすがにいいよ。さすがにピーナッツなの？え、なんかさ、みんなさ、思い出して。私の本来の目はここ。それが怖いんよな、一番。これが本当の目なの。目開けたらほんまにトラウマやね、それ。え、マジでやめた方がいい。結構怖い。あ、アーニャかもと思ったら、うん。化け物、おば、おば出てきた。あ、アーニャや、アーニャ。アーニャ、アーニャ、アーニャ。変なおばさん。チャンネル登録よろしくね。こういうメイクってさ、いつもさ、どうやって落としてんのか気になるってよくコメントくるけど、確かに落としてるとこ落としたことないなと思って。あ、こっから先ほんまにそのアーニャ好きな人とか、なんか子供さんとか見ない方がいいと思う。でも気になるくない？これ落とすときどうなんやろうみたいな。まずクリームとかなんかその肌に優しい系のウォータークレンジングとかでは絶対落ちないので、まあ、オイルかバームですね。で、バームもこれぐらいつけます、結構。で、これをこうすり込んでいく感じでこう。ドロドロドローって怖い。やって、なんかめちゃくちゃね、洗面所がこのままだと汚れちゃうので、なんかコットンとかで最初にちょっと拭いてから、あの、洗いに行かないと、マジで、なんか洗面所の、なんで、便器、なんていうの？桶みたいなところが、今こんな感じになるんで。
すごい取れた。そうバームだと早いんですよ。私はこれねオイルとかいろいろ試したんですけどクリームとかやっぱバームが一番その早いですねっていうことが分かりましたね、この長年の経験から。修正液より取りやすそう。うん、修正液はマジ 5回ぐらいやらなあかんからいやちょっとほんまにやばい、ほんまにグラマすぎる。これ写していいもの、怖すぎる。これがリアル、ほんまにだからさ、これさ真似してさやった人がさこれをやらなあかんわけやんか。だからリアルをお届けしてる今私は。ここぐらいまで来たら、まあ、そこまで多分汚れることもないと思うので、うん、すっごいもう普通に洗顔に行っちゃってもいいと思うんですけど。めっちゃ綺麗に落ちてるわ。そうバームがいいですね一番。このバーム売れそうやな。確かに売れそう。このバーム売れそうやな。あえて見せんとくわ。もう絶対見せんほうがいい。もう案件みたいになっちゃうし。だって二塗りしかしてないのに。そうこれいいね、一番いいのよ。取れるのすごい内緒です。このバームが何バームかは内緒です。それのおかげでこんな肌切れになった。あの確かに負担少ないかも。なんかいろいろ試した中でこれが一番良かったかも。でも何かは教えません。めっちゃ腹立つやな、この顔。何か教えません。そんな感じです。はい、ありがとうございました。